今ね、浜祭りハビリテーション病院の方からね、課長さんって言ってたけど、まあ課長さんって言っても、その看護師の課長さん、看護師かっていうのはあるのかな、よくわかんないけど、課長さんって言ってたんだけど、まあ僕がね、話した時に看護師、あ、課長さんって言ったわけじゃなくて、この前電話かかってきたからかけ直したら、あ、なんか課長が電話してみたいですけど、今日はもう、退社してますからっていうような話で、結局折り返し電話しますのでみたいな感じでね。で、今日また新たにね、その人から電話あっていろいろ話したんだけど、まあね、本当にやっぱりね、大変だわ病院は、と思う。今またね、コロナが結構ね、いろいろと浜松でも出てきたんで、もう今まで僕がね、例えばおむつとか、なんかね、持って行ったら、病室までじゃあ持ってってくださいって感じで、病室まで通してもらって入ってったってことがあったんだけども、もう、昨日から、月曜日から、すべてナースステーションの方で受け取って、全くもう病室の方には入れなくなりました、みたいなことをね、言われたのよね。まあ、本当に。なんだって、まあ、わからんでもないよ。そういうふうにしたいという気持ちがね。わからんでもないけど、もうほんといい加減にしろよなとか思っちゃうよね。まあ、要するにどういうことかっていうと、看護師だろうがね、その仏教を話したのはその看護師なんだけども、看護師にしても医者にしても、ね、まあ、看護師とか医者はね、それこそね、県外に行かない、それからね、人が集まるところにも行かないみたいな、いうふうにやってますみたいなことを言ったから、その看護師がね、いやいやいや、お前それバカかと言ったわけよ。 普通さ、看護師がね、それほどね、患者のためを思って、県外にも、行かないように自粛してるし、人が集まるところにも行かないようにしてますなんて言ったら、ああ、大変ですね、偉いですね、っていう人がいるのかもしれないけれども、俺の場合は、バカかと。 その看護師も驚いたかもしれないけど、病院内でね、院内のああだこうだはね、それはその病院のルールに従ってね、やらざるを得ないっていうのは、それはわからんではないと。だから面会禁止だと言われれば、それは面会禁止ということはね、それは病院が管理してるわけだから、管理地だから、管理内の施設なんだから、その施設のルールには従うよ。従わざるを得ないっていうのはわかるよ。でもね、一歩外に出たらね、